はい、ということでなんかお兄ちゃんが急に動画回すっていうことなんですけど、何ですか？まあ、ちょっとこの今撮ってるこれを出そうと思ってた本日、8月18日、まあ、本日ですね、まあ、先ほどちょっと1本動画を撮ったんですけども、お仕事動画の方をね、てかさっき2回撮ったね。そうですね、はい。まあちょっと久しぶりに商品紹介しようかなっていう、中で、ちょっと今回まあね、動画をね、まあ、撮ったんですけども、先ほどね、ちょっとこれ、ダイナジョニーチャンネル史上、一番商品紹介が難しかったというか、どういうこと？意味わかんないでしょ、これだけじゃ。まあ、でもね、本当に、難しくて、で、これちょっと動画にできるかなっていう、そういうこれガチ深刻なやつで。どういう商品なん、それ。まあ、それはちょっとまだね、言えないですけどね。ああで、これ、本当に動画にできるかなっていう、できないかもっていう、レベルの結構やばい内容なんですよ。で、まあでも、で、ボツにしようかすごく悩んでるんですけど、まあ、一応公開しようかなっていう感じなんで、まあ、この動画は多分すぐ上がってると思うんで、動画出して、動画撮ってね、だからまあお昼の夕方の3時ぐらいにはまあ出てると思うんですけど、まあ夜公開できたらなっていう感じなんで、一応ちょっと、まあ、頑張って編集とかもねちょっと面白くおかしい感じしようと思うんですけど、かなりやばい内容になってるんで、過去一ちょっとやばいっていう、やばいっていうか、ちょっと、なんだろう、ちょっと厳しい、どう俺も言ったらいいのか分かんない、その動画の中で、どう言ったらいいのか分かんないぐらい、一番商品紹介が難しかった動画になってしまったので、まあ、ちょっとワーストっていうことになると思うんですけども、語り疲れる、これもしかして、絶対出さないといけない動画なんですよ、それは。それ絶対出さないといけない動画で、まあ、この動画を撮るにあたって、まあ、いろんな人がね、こう関わって、てくれてるわけですよ。いろんな人って言ったらちょっと複数になっちゃうけど、まあこう関わってくれてるわけですよ、この動画を撮るまでも。でやっぱこう撮ってくれとも言われてるんで、この動画を一応撮ったんですけども、まあ、かなり難しい、そういう内容になったんで、まあちょっとあの手この手を使ってね、この編集でちょっとごまかしたりとか、まあ面白おかしくするつもりなんですけども、まあちょっとそういう感じです、はい。ということで、また夜多分8時か9時ぐらいになっちゃうかもしれないんですけども、2本目の動画もお楽しみにということで、じゃあ